次の曲は、30歳以上だったらある程度聞き覚えのある曲なのではないかなと思うんですけども、機動戦士ゼータガンダムのオープニング、後期オープニングテーマかな、エンディングテーマ忘れましたけど、虹の星に愛を込めてやります。 Thank you.
Thank you.
をやるにあたって F91 に見直してきました。今の曲はですね、ガンダム F91 のエターナルウィンド、あの光る微笑みは光る風の中という曲になります。この曲を歌うにあたり、あのちょっとほぼ朝方までガンダム F91 を見たんですけど、ところどころあのここで言う熱かけですよね、熱かけしてなんか一番いいよって言ってた場所を見過ごしてしまいましたっていうね、あのエンディングね、うん、ミスしてしまいましたね。でも、うん、あの雰囲気は良かったので、あの終わってから見たいと思います。次4曲目に、やる曲はですね、コッコさんの次回の糸という曲なんですけども、1999年に発売されたこの CD とマキシシングルなんですね。なんで8センチシングルとマキシシングルがこうグラデーションしている時期ですね。でこの曲17年かけてタイアップがついたんですけど、去年、やった NHK のドラマの、運命に似た恋というドラマなんですけど、それのタイアップになってまして、このドラマを見てたんですけど大変面白かったので、もし興味のある方は DVD をレンタルしてみてください。はい、ありがとう、ありがとう。
皆さん水分取ってますか？熱中症知らないうちにかかりますので、私も歌っててなったことがありますので、皆さん水分取ってくださいね。ですね、あとどうでしょう、あの今4曲歌わせていただいたんですけど、知ってる曲ありましたか？あったかな。めっちゃ一緒に歌ってくれてる方や。おお、なんとなんとなんと、ありがとうございます。ここでね、メンバー紹介させていただきます。ギター、ボーカル、コーラス3つを担当してくれてるのが岡崎くん。岡崎です。メインボーカル、咲夜です。よろしくお願いいたします。ですね、どうですか、とっておきの音楽祭。久しぶりなんですよね、とっておきの音楽祭。2年くらい前に PA でやらせてもらって、そのさらに2年前に出演者として。そうなんですね、はい、出ました。私は去年初めて出演させていただいたんですけど、まあ、ユニットとして初めての舞台になりますね、はい、なるので、あの聞きに来ていただけてすごく嬉しいです。ではそうですね、あ、ちょっとだけあの CM させてください。パルティータとして2人でユニットを組んでいるんですが、8月の27日石巻で行われますトリコローレ音楽祭、こちらの方にも出演が決まりました。時間が2時半ですね。午後の2時半から、松竹さんの前で歌わせていただくことになります。あの旧丸光といえば分かるでしょうか。丸光前といえば元気市場の方ですね、はい。であともう一つ、仙台の方なんですけど、常禅寺ジャズフェスティバルの方にも出演が決まりましたので、あのぜひご都合のあるあのよろしい方はぜひあのいろんな方と見に来ていただけたらなと思っております。すみません、ここで CM させていただきました。それでは最後の曲いきますか。これは、はい、私の方から説明させていただきます。まあ、宮城県でもうちょっとねゆかりがあるんですけど、リボンアートの方、アートフェスがありますよね。あれで復活したというか、あのバンクバンドさんとサリューさんが組んで歌った To You という曲があります。これをあの岡崎さんのボーカルをぜひ入れてほしいと頼んで、今回ね実現しますので、しかもギターサウンドで聞ける曲なので、ぜひ聴いてみていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。Yeah.
出て行けると誰が生きれる。それでもこの小さな祈りを空に向けて放ってみようよ。風船の矢に色とりどりの祈り皆様、大変ありがとうございました。皆さんもお忙しい間に。